はい、皆さん今日の公演で卒業発表をしました。長々喋ると多分まとまんなくなるので短くまとめさせていただきました。そう、大事なところは絶対忘れないようにしようと思って、卒業公演の日程と武道館は出ますっていう、卒業公演の日程は10月2日です。緊張は本当にしてなくて、1ミリも全然緊張してなくて、今日のメンバーだと小田さんとひなちゃんとまなかちゃんには伝えてたんですよ、そう事前に。で、あみさんとはなんとなくそうお話はしてて、そうなんです。だからそう、でも小田さんにああいう話したのがコンサートの日だったの。そう、あゆが小田さんに出てくれますかって聞いたの。そう、卒業発表なんですけど出てくれませんかってこそっと聞いてみたの。そう、そうしたらえ、いいのって言ってくれて、そう出ていいのって言ってくださって、小田さんが嬉しいと思って、そう今日もずっとやだって悲しいってずっと会った時も言ってくれてて、本当に小田さんいっぱい愛をくださってすごい嬉しかったね。そう、小田さん体調万全ではなかったんですよ今日。なんかそんな最後までこうやってね出てくれて、最後の最後までこういっぱい愛くれて、卒業公演も絶対出るって言ってくれて嬉しい、本当に大好きです小田さん。まなかちゃんもね、そうまなかちゃんには昨日の夜に言ったんですよ。そうずっと迷ったの、あいまなかちゃんに言うか、キャプテンだけど年下だからさ負担かけちゃうかなって、なんかそう公演前から知っちゃうとでもどうかなと思って、まなかちゃんにはでもやっぱ言いたいと思って明日するねって。で今日公演始まる前ギュッてしてくれて、であとあとね、そうあの見送りの時にそうすごい泣いてくださるファンの方がいらっしゃって、なんかそれを見た時に本当にこう加入して活動してきた意味があったんだなってすごく感じたし、それを見て本当に涙あふれそうになりました。そうすごい嬉しくて、それが泣きそうって言いながら、そうメンバーのそう先輩方だったりみんなのところに戻ったらみんながよしよししてくれて泣きそうになった。なんか本当にそうなんかそんな泣いていただけるような人間だと思ってなかったから、すごい嬉しいなって思いました。ありがとうございます。そうですね、卒業後は、まあ、まだ何も言えはしないんですけど、そうやりたいことはあるので、そうまた話せるようになったらって感じかなですね。はい、でも本当に皆さん残りの時間は限られてるので、 AKB としての残りの時間は限られてるので、1秒1秒大切にしてね、思い出作っていっぱい笑っていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、